今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ。ちょっと寒いよ。我々今世田谷ね、東京、はい、世田谷に来てますけどもね、はい、前回お話を伺いした常在寺さんなんですけれども、常在寺さんですよね。立派ですよね。いや本当に綺麗ですよね、はい、これさ都内にこういう自然の中にこういうね、うん、お寺があるっていうなかなかないよね。なかなかないとこだよね、うん、綺麗にされてるね。早速なんですけども、はいはい、本題に入りたいんですが、はいはい、ミシェルさん、はい、サッカー選手になるための資格ってあったりします？サッカー選手になるための資格はないですね。それはもう次から次へとこう自分を磨いていって、うん、でスカウトされないと入れない世界だな。じゃあある意味向上心と何でしょう、なんか魅力がないとってことですね。そうだね。あと継続してこれでもかこれでもかって頑張れる気持ちがないとね、はい、できませんね。はい、彩乃ちゃんは資格ってあります？私資格は本当になくて、普通に英語検定とか漢字検定とかそういう秘書検定とかそういうのしかないんですけど、持ってます。一応持ってます。だけど、ね、一番は、まあ、顔は丸くて心は資格っていうことですね。顔は丸くて心は資格、あ、資格でかけたのね、はい、以上でございます。はい、ということで今回はですね、最初にご紹介しますのが、はい、福祉の資格で新しい試みに挑戦しているこちらの企業様です。高齢化社会の日本、高齢者の方が安心して生活できる住居が必要とされる一方、福祉業界では介護施設で働く人材不足が問題となっている。そんな福祉業界に新しい価値観を発信し続け、充実した介護技術認定制度を実施している企業がここにある。話を聞きまして、ある意味私たちの介護業界っていうのは、まあ、職人気質な子たちがいっぱいいますし、これを介護の中に取り入れたらどうなるのかなっていうのを思うようになりまして、業界にイノベーションの風を吹き込む社会福祉法人あかね、経営統括本部長松本真紀子、姫路エリア統括マネージャー東岩誠、兵庫県を中心に都市型高齢者向けマンションのビラシリーズを展開し、特別養護施設を併設したシニア向け賃貸マンションを手掛ける社会福祉法人あかね、さらにケアマイスター制度と名付けられたオリジナルの介護技術認定制度は、福祉施設に携わるスタッフに対して行われ、試験の内容は介護福祉士国家試験の介護支援専門員受験に準じているなど、スタッフの育成にも力を入れている。キャリアアップが難しい介護士の業界において、あかねのケアマイスター制度は現在約2000人以上が受験するなど、新しい介護士の人材育成方法として注目されている。高齢化社会の日本に必要な人材をどのように集め育成していくのか、経営統括本部長の松本に聞いた。まずお仕事の内容からお伺いできますか。はい、介護福祉事業、介護施設を中心に、クリニックとか、それから、無農薬の自家農園、認可保育園など。自家農園、はい、無農薬の自家農園などですね、はい、やっております。はい、幅広いですね。幅広いね。そうですね、中心はやっぱり介護施設、うん、それから高齢者の方々が住まうマンションというのが、中心事業になっています。うん、なるほどね。そのあかねさんでは、はい、こうなんていうんですか、仕組みというか特別なもの、特徴としているものがあるとお伺いしたんですけれども、はいはい、ドイツのですね、革職人さん のシステムの中に、はい、その革の製品を作る、バッグを作ったり靴を作ったりする、うん、職人さんの中にもやっぱりそういうステップアップの仕組みがあるというのをインターネットか何かでちょっと情報を見つけまして、でそういう中にそのマイスターと呼ばれる、はい、その最上位のクラスを目指して職人さんは頑張っているというような話を聞きまして、である意味私たち この介護業界っていうのも、職人気質な子たちもいっぱいいますし、これを介護の中に取り入れたらどうなるのかなっていうふうに思うようになりまして、でそれでこう東岸と一緒にですね、
本当1ヶ月ほどなんですけれども、ガッとこうちょっと集中して作ったのがケアマイスター制度と呼ばれるものです。社会福祉法人あかねが独自に行っているケアマイスター制度とは、5段階に分かれた介護士のスキルを認定するための制度である。そのうちレベルも初級から中上級レベル、さらに指導者レベルという3つに分かれており、指導者レベルのプラチナ、最高レベルのマイスターが用意されている。ケアマイスター制度は一般的な介護知識問題や一般常識問題が出される筆記試験と実技試験があり、各グレードに合わせた採点が行われる。筆記試験、実技試験をパスした合格者にはゴールドクラス、プラチナクラス、マイスタークラスといった認定証が贈与される。このように社会福祉法人あかねではスタッフ育成にかなり力を入れており、介護士のキャリアを上げつつレベルの高い介護士を育てている。プラチナマイスターまでありますよ、はい、認定証も、ね、そうなんです。で、まあ、合格をしましたら、はいはい、認定証が配られるようになってまして、はい、社員はですね、首からその認定証を下げて、はい、仕事をすることになるんですが、そちらですね、はい、なるほど、こっちに見せてください。でこのようにですね、はい、首から下げてますから、うん、誰がどういったクラスに、所属しているのかというのが、うん、お客様から見てもすぐ分かりますし、うん、新人のスタッフから見ても分かると、うん、つまり質問があった時にはどの人に何を聞けばいいのかというのが分かるので、うんうん、このモデルでの最大のメリットって何だと思いますか？これは最初からそうしてスタートしたことではなかったですけれども、はい、弊社の場合は本当にその無資格未経験という人を昔から入れてはいましたけれども、うん、この仕組みができたことによってさらにですね、全くこの業界のことを知らなかった人が不安なく入社できるようになったことが一番の効果かなというふうに思います、うん、ですので今新入社員の、新卒の大学生ですね、うん、の8割以上がこういったその福祉の勉強をしてきていない学生で構成されているということからも、自分たちはそんな勉強をしてきてないけれども、会社に入ってから十分この仕組みにのっとって自分の技術を上げていけるっていうふうに自信が持てるんだと思います。それはさ、介護を受けられる方々にとってはありがたいよね。そうですね、その施設自体のレベルが上がっていくわけだからね。実は当願もですね、もともとは工事現場の、現場監督 をやってまして、はいはい、土木系出身なんですね。あ、そうですか。そうなんですか。そうなんです、はい、途中から弊社の方に、転職という形で入ってきましたので、アルバイトからね。そうですね、アルバイトから、そこからのだってブラックカードですよ ね、うん、すごいですね。工藤願は実はその初回の、はい、マイスター試験の、合格者でして。あ、そうですか、はい、で現在はマイスターはですね、その試験を作る側に回り、うん、試験監督、合格の判断を、する側に回っているということになります。仕事に疲れてどうですか、その以前の自分と今の自分っていう、正直ですね、はい、松本が言いましたように、初め2年ぐらいは本当にこう、介護業界っていうのが、日々こう利用者様の、表情とか、言動っていうのは変わるんですが、いろんな発見はあるんだけれども、同じことの繰り返しのような錯覚を起こすんですね。でその中で、この仕事に魅力を感じる一方、このままでいいんだろうかっていうような、こう不安もあったんです、その中でも、いろんな出来事があったんですが、このマイスターっていうのも一つのきっかけで、自分がこういう運営側に入ることによって、またこうより高みの世界でこう自分がこう活躍できるっていう部分で、今はそのモチベーションっていうのを保ちながら、仕事をできてますので、また介護業界に限らず、一般の、業界でも同じような感覚で味わえるような仕事が今できているのかなと、自分では感じてますね。やりがいがあるというところまでも、特に最上位のマイスターになりますと、社内の指導者として認定したのではなくて、
もう会社の外に出て他の会社のスタッフさんを教えに行ってもいいですよという資格になりますので、言ってみれば講師として他のところに行ってまた別のお給料を稼いでくると、講師料を稼いでくるっていうことも可能になるということで、またさらにこう世界が広がっていくような感覚をマイスターのクラスは感じていると思います。我々の世界のインストラクターで、ね、指導者を教える指導者みたいなところになってきますよ ね、 そうですね、はい、大体ね。松本さんにお伺いしたいんですが、はい、今後の目標ってありますか？最初はですね、はい、もうとにかく自分のところの会社をですね、うん、しっかりと作り込んでいって、はい、うちの社員を鍛えて、うん、というところから始まったんですけれども、はい、やっぱりこの介護業界ってあの給料が少ないとか、うん、あのよく言われがちですよね、うん、ですけどもっとその500万600万700万とか800万とか、うん、いわゆるその一般企業と比べてもしっかりとその肩を並べられるような給料を取る介護士がたくさんいる会社にしたいなっていうのがありまして、でそれを今あの実現しつつあるところなんですね。でその先としてはこういったそのケアマイスターもそのうちの一つですけれども、その業界の中に足りないんじゃないかなと思えるようなものを少しでもこう作ることで、それを発信して業界の貢献、やっぱこう介護業界のレベルが上がるっていうことはおそらくこの日本にとっては絶対に必要なことだと思いますので、時代の流れ的にね、こうなってきますものね。大したことができると思いませんけれども、やっぱりこうそういった企業が一つでも増えることが日本のためになるのかなというふうに思って最近お仕事しております。ねえ、まあ、いいちゃんはまだだけども、もうお年寄りにね、僕はなってきて、ぜひぜひね、本当にどうせお世話になるんだからよろしくお願いしますみたいな方になってまだまだ頑張ります、はい、最後になりますけれども、はい、格言を教えてください。あんまりね、意識したことなかったんですけど、はい、私がまあこの業界に入って今10年目に入ってるんですけども、ずっと強く考えてきたのは、強烈にイメージしたことは必ず実現するということですね。イメージできたものもそうですし、できたものはもう必ず実現できるなというふうに思いますので、逆にこうなしていきたいなと思うことは寝る前とか、もう日々日常の中で強くイメージをしながら仕事をするようにしています。なるほどね、それがもう行動にポッと出ていっちゃうんですね。そうですね、イメージが、ね、はい、できたものに対しては、あ、素晴らしい、はいはい、今日はいろいろとお話ありがとうございました。ありがとうございました。千葉ロッテマリーンズファン必見、ビジネスフラッシュ千葉ロッテマリーンズスペシャル、鈴木選手と広野社長が本気で勝負、ビジネスフラッシュのスペシャル版です。見てくださいね。では続いてご紹介する企業様なんですが、はい、綾乃ちゃん、はい、こう周りの人から、うん、綾乃ちゃんってこういう人だよねって言われて、はい、びっくりしたことってあります？私ってそんな人に見られてたんだみたいな、なんか意外とボケるんだねってあれ言われました。なんか見た目最初なんか怖いみたいな風に言われちゃうことが多いんですけど、だけど意外と楽しいんだ、楽しいの笑うの好きなんだねっていう風に言われることはあります。はい、ミシェルさんはこう言われて嬉しかったこととか？いやー、ミシェルもちゃんとあの静かな時あるんだねって言われた時にあのそれはありますよっていうね、はい、ねえ、いつもこうじゃないですよって言うけど、でもこっちの方が楽しいんだよね確かにそうですね、はい、ということで次にご紹介する企業様なんですが、企業に眠っている売り場を見つけるのが得意というこちらの企業様です。楽しいだな。皆さんは通販ライフタイムバリューベルトコンベア理論というものがあるのをご存知だろうか。通信販売事業者が4年で10億を達成するための70項目のチェックシートという独自のシステムを開発し、売れない商品をヒット商品に変身させることができるというコンサルティング会社がここにある。商品をすごいこう愛して、この商品すごいんですっていう方多いんですけども、商品は売れるまで好きになってはいけないなっていうのがコツかなと思うんですね。客観的にこう商品を見れるっていう。企業に眠っている売り物を見つけることを得意とする株式会社ルーチェ、代表取締役社長
西村浩二、マネージャー松本美香。独特な眼鏡をかけたこの男、実は通信販売業界20年以上のキャリアを持ち、売れる通販プロデューサーという肩書きを持つ。さらに通販で年商10億円を突破するための6ステップ構築法、10億通販塾といったセミナーも開催し、通販ビジネスの活性化を目指している。売れない商品をいかにして売れるヒット商品にするのか、代表取締役社長の西村に聞いた。名前のルーチェっていうのはまずどういう意味なんでしょうか？ルーチェは、イタリア語で光り輝くっていう意味になるんですね。それがまあお客、まあ、あのコンサルティング業務になりますので、まあ、お客様に輝いてほしいという意味で、社名をルーチェにしております。開業されたきっかけっていうのは何だったんですか？もともとお客様がですね、何か個別で通販をちょっとプロデュースしてほしいとか、通販の仕組みを教えてほしいっていうところがきっかけで、お客さんが先にちょっとついちゃったんですね。はい、だからサラリーマンやっていながらちょっとお客さんがいてたっていう、あんまりちょっと大きな声で言えないんですけども、そういう状況があったんです。はい、それで通販の方をされたわけですか？そうです、もともと私は20年近く通販会社に勤めていたんですね。20年近く、はい、すごい経験がある。通販でずっと行ってたんですけども、あの全然違う会社さんの方から、通販をやりたい、なんかちょっと教えてほしいみたいな形で。なるほど。はい、きっかけはそこからですね。じゃあもうもともとそのお客様もいらっしゃったということで、はい、結構トントン拍子に進んでたんですか？まあ、トントンではないですけども、まあ、そうですね、あのお客様がいたので獲得するとか自分で講演活動するっていうことは先にやったわけじゃなかったので、まあ、そのお客様に対してあの全力でサポートするっていうところからスタートしました。はい、物を見つけるっていうことも必要なわけですよね。その物を売れるようにするとか、そういうことですよね。通販って。そうです、そうです。そういうことですよね。簡単に言うと物があって、その物側に、まあ、付加価値、切り口とかを見つけてあげて、そしてそれを、対面ではなくて、はい、インターネットとかを使って販売するっていうやり方ですね。はい、それのお手伝いですね。はい。何でも売れるものですか？何でも売れるかっていうとそうでもないんです。はい。だからそれはちょっと通販として向いていないっていうのもあるんですけども、そのあたりはそれでしっかりとお伝えはします。思いがあるとか、結構こう説明が必要なものは通販には向いてます。なるほど。はい、例えばどういったもの？例えば一番最近であればルンバみたいな、ああいうふうな掃除機であれば説明が必要になりますよね。あのゴミを吸い取るのに、はい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 、じゃ あの角とか取れるんですかとかですね、四角い角に丸いのが来た時取れないと思うんですか、はい、自動で動いてるやつね、はい、ああいうふうにこう説明が必要なものっていうのはやっぱりネットとか通販では売りやすくなりますね。へー、はい、そうだね。みんな喋ってなんかもうだん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 その気になっていくもんね。はい、うちのかみさんとか横でもう電話回してる時あるもんね。あ、今打ってるのか、回さないのか、やばいやばいやばいって打ってる時あるもんね。はい、あ、そういうところが。そうなんですね。はい、誰しもがしてるようなものっていうのは逆にあんまり通販に向いていなくて、あの説明が必要なものは意外とこう通販向きになりますね。知らないでびっくりさせられる方が、はい、その説得力で動いちゃうんだ、はい、これなんだろうと思って見て、そうです、そうです、そういうことなんですね。はい、そのセミナーの中で10億通販塾って言うんですかね、はい、っていうのがあるとお伺いしたんですけど、はい、それは何でしょうか？これがもう、はい、うちあのルーチェの、はい、まあ、メインの商品になるんですけども、あの4年で、10億を達成させるために、はい、その6ヶ月間にその6個のステップを細かく説明していくような、はい、あの塾になります。はい、はい、まあ、塾なので、まあ、1対あの他のですね、はい、グループの社長さんがたくさんいるんですね。だから24名ぐらいの、社長さんが、まあ、いまして、で火曜日コース、木曜日コース、土曜日コースということで、月に、3回ですね、それを8人ぐらいで教えております。はい、今日お持ちいただいたこちらがそうですか？そうですね、これは、10億チェックということで、10億を達成するためのチェックシートってなっておりますので、社長さんの方で、実際自らされる場合もありますし、あとは担当者スタッフにこれができてるかできてないかということをチェックしていくというふうになっておりますね。西村が生み出した通販ライフタイムバリューベルトコンベア理論である、通販事業者が4年で10億を達成するための70項目チェックシートは自己採点方式のチェックシートとなっており、
システム全体で弱い部分を改善できるようになっている。さらに西村が開催する10億通販塾といったセミナーに参加した参加者からは、西村のアドバイスにより新たな売れる商品開発ができたなど多くの声が寄せられている。顧客の付加価値を見つけ出し、企業の業績アップをサポートする、売れる通販プロデューサーならではの手腕なのかもしれない。そこにはもう経験から生まれてきたいろんなノウハウがあるわけですよね。そうですね、ノウハウをお伝えしていく。これは一本、ま、これだっていうのが。そうですね、はい、そういうところ。そうしないと話聞かないでしょ。そうですね。ね俺の話聞かないでしょ。聞けないよ。これ聞いていいだろうっていつも聞かないですよね。聞いてますよ。勝手に喋ってるだけみたいな感じになってるの。聞いてますよ。あ、そうですよ、はい、何かこう、うん、メソッド的なものがあるんだよね。はい、ね、こう先ほど、はい、あの6個のステップがあるよってお話をお伺いしたんですけど、はい、それって具体的にお伺いしても大丈夫ですか？はい、ですか、はいはい、基本的にはですね、一番 やらないといけないことっていうのは、まあ、ライフタイムバリューってすごい専門的なんですけども、はい、まあ、お客様の生涯価値っていうふうな考え方があるんですね、通販の中で、はい、でそのライフタイムバリューっていうのを一番核にしながら、まあ、要はあの一言で言うと、あの既存のお客様に何回か買っていただくということなんですね。だから新規のお客様を追うのじゃなくて、既存のお客様に何回も買っていただけるためにはどうするか、うん、違う商品もっていうことですよね。そうです、そうです、はい、そこを最初にこう設計する必要があるんですね。でその後にリピーターみたいな、ね、はい、リピーターみたいな形ですね。 でそれを買っていただくための切り口みたいなところが商品企画っていうところになります。でそれをまあお客様に届けるためには、決済とかシステムっていうのが必要になってきますので、それが3つ目のステップになります。で4つ目のステップとしては、物流とか在庫、商品を欲しいと思ってもなければ始まりませんので、がっかりしちゃうし、そうなんですね。その届けるための物流のところが4つ目のステップになりますね。で5つ目っていうのが、あのコールセンターとかですね、同梱物とかそういったものになります。で一番下のところが集客っていう形で、それがインターネットであったりとか、うん、YouTube であったりとか、うん、Facebook であるという形になるんですね。ただ皆さんこう1個だけ、うん、集客だけやるんですけども、うん、例えばシステムのとこをやってなかったりとか、例えばあの商品の企画のところで売れるような企画を作ってなかったりとか、はい、はい、ね、ということで、どこがちゃんとまんべんなくできてないと、先ほどお話ししたようなレバレッジがかからないっていうことになるんですね。うん、はい、だってもうその通りだよね。はい、布団に入っててさ、こんなになっちゃってるけどさ、テレビ見てて、あ、これいいなって、うんって言った瞬間にはもう打ってるわけでしょ。はいはい、でバーって電話でバーってって、で何しこにポッと届いちゃうわけですよ、ね。そうです、これがコンプリートですよね、これでね。そうです、そうです、はい。これだよ。うん、我々の話もそういう風になっていかなきゃいけないんだな。そうですね。あちこち行っちゃいけなくて、はい、もうちゃんとこう一つの流れにこうね。でもやっぱこう当の本人はやっぱそこまで客観視ができないから、こう何が抜けてるかっていうのが分からないから、やっぱこう、あ、そうです、そうです、アドバイスいただける。そういうことなんです、はい、うん、一番面白いのがチラシをご用意しました、はい、でちょっと見てくださいってあるんですけども、うん、そのチラシに電話番号がなかったりするわけですね。でご本人たちの会社の中では、もうそれは全部いろんな形でフォーマット見てやっているんですけども、うん、このチラシどこで申し込みしたらいいのか分からないよねっていうふうなところが気づかなかったりするんですね。漏れたりするわけですね。松本さんは実際にその変化していくお客様っていうんですかね、はい、ご覧になってどういうふうに思われました？はい、そうですね、あの今言っていたように23名4名の経営者さんが塾にいらっしゃったんですけれども、はい、うん、やっぱりあのこちらの冊子の中でお伝えしているあの6個のステップと70個の項目を、うん、あの正しい順序で、あの正しい方法で本当にコツコツとあの真面目にやっていただいている経営者さんはしっかりと6ヶ月後に売り上げが上がっているなっていうのをあの感じました。はい、であの毎月 あの塾の中でも実践報告っていうので、今月はこれをやってこういう結果が出ましたっていう報告をいただいてるんですけれども、もう本当に数ヶ月目から実際に商品がある経営者さんからはこんなに売上が上がってますっていうお声を聞けたので、それはすごく嬉しかったです。うーん、まあ、それはあの結果が出始めたら、その会社の方々も楽しくなるでしょうね。そうですね、数字が出るっていうことはお客様からあの反響があったっていうことになるので、嬉しいことだと思いますね。はい、ただ社長もね、はい、ほら来たまたっつっていうふうに思うよね。いえいえ、それはね、そういうふうになるっていうことですもんね。はい、そうですね。うまくいかないっていう時あるんですか？やっぱありますよね。説明してても、はい、やっぱり今言われて松本さんが言われたように、はい、やることやってないとか、はい、あ、どっかサボってるとかっていう。そうありますね。
あとは正しい順番でやってるんだけども、うん、スピードがちょっと遅かったりとかね、あったりしますよね。なるほどね、はい、あるわね、はい、その旬の時期っていうのがやっぱあったりしますので、ね、タイミングがありますのでね。そうだよね。数々の事例を見てきた中で、はい、こう売れる秘訣っていうと何なんでしょうか。はい、商品をすごいこう愛して、はい、この商品すごいんですっていう方多いんですけども、うん、商品は売れるまでやっぱ好きになってはいけないなっていうのがコツかなと思うんですね。客観的にこう商品を見れるっていうか、すごい思い入れが強い時はですね、はいはい、お客様の声をなかなかこう見れないんですね。なるほど、そっちに行っちゃうから、そっちにエネルギー行っちゃうからですね。はい、で一生懸命説明はしてくれるんですけど、それお客さん聞きたいことじゃなかったりとかあるんですよね。はあ、一番聞きたいところどこだとか、はい、うん、あるもんね、うん、話の順番でね。そうです、そうです、ありますよね、はい、一からはいらないよ、今もうすぐ何か教えてくれっていう時あるじゃないですか。そうですね、かみさんが何俺に怒りたいんだ、遠回しじゃなくてストレートにしてくれっていうね、はい、ちょっと違ったかもしれないけどね、はい、そういうのありますよね。 その順番で大事ですよね、はい、そうです。だから商品をすごい大事に思っておられる方こそ、うん、やはりそこをちょっと客観的に引くっていうことを常に言ってますね。それが秘訣だと思います。はい、最後になりますけども、はい、格言をお伺いできればと思います。はい、私はですね、緻密な計画、大胆な行動っていうのをやっぱり常にこう考えているんですね。だからまあ通販をやるときにはいろんなお客様を巻き込むんですけども、やはりそのためにはやっぱり計画をしっかりと組まないといけないなと思っているので、この格言に基づいて動いていますね。はい、緻密な計画、大胆な行動、スローガン、ね、緻密ですもんね。ありがとうございます。ってテレビでボンと派手でやってるような感じだけども、ちゃんとしたそのポイントがあるという ね、うん、そしてこうチャームポイントのメガネが、ね、印象残ります。 すごく、ね、一度お会いしたらもう忘れないなっていう、忘れないし、はい、もう次の商品これだよ、こちらですか、あれピッてきた。いやいや、申し訳ない、こういう終わり方申し訳ないですけど、はい、いろいろお話ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。どうも。ビジネスブックコレクション。小さな会社で虎視眈々と稼ぐ力を身につけている人間が、大手企業で甘い蜜を吸っている人間に勝つ時代が来るのです。この本を手に取るくらい意欲にあふれているあなたなら、あえて小さな会社を活躍の場に選び、そこでのし上がりなさい。これが本書を手に取ってくださったあなたへの私からのメッセージです。今週のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、小さな会社で成功する45のルール。この本を書いたのは株式会社オーナーサポートコンサルティング代表取締役の毛利剛さん。現在経営相続コンサルタントとして活躍する毛利さんが、働く社会人に向けて書いた働き方のコツをまとめた指南書の決定版です。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。